クラリオン軍はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は39,988人であり、2000年の41,765人から4.3%減少した。軍庁所在地はクラリオンボロであり、同軍で人口最大の町でもある。 クラリオン軍は1839年3月11日にベナンゴ軍とアームストロング軍の一部を合わせて設立された。軍の全体がピッツバーグメディア市場に入っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は609平方マイルであり、このうち陸地602平方マイル、水域は7平方マイルで、水域率は1.07%である。 クラリオン軍はアメリカ合衆国下院議員ペンシルベニア州第5選挙区に属し、2013年時点では共和党議員を選出している。ペンシルベニア州議会上院では第21に属しており、下院では第63選挙区に属している。2013年時点では共に共和党員を選出している。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。クラリオン郡の自治体、ボロア赤、タウンシップは白ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。死、ボロ、タウンシップ、町である。クラリオン郡教育学区の区分図群内にある8、教育学区は児童生徒数が少ない。ペンシルベニア州教育省は2019年まで、 着実に減り続けると予測している。クラリオン地域教育学区、クラリオンライムストーン地域教育学区、北クラリオン軍教育学区を合併した新しい学区でも2500人となる。ユニオン教育学区、キーストン教育学区、さらにペリータウンシップとリッチランドタウンシップを合わせた新しい学区も2000人以下となる。学区の統合で費用のかかる事務所と管理官を 削ることができる。住民にとっては、税金の必要性を制御することで、管理官、コイン、教師の恩給を捻出することができるようになる。今後10年間で、児童生徒数は8%減少すると予測されている。最も減少するのは、州西部であり、16%減少の可能性がある。西部の小学校では40%以上が、 中等教育校では60%以上がかなりの減少が見込まれ15%以上となっている。児童生徒数が減少すれば一人やペンシルベニア州は教育学区の数が501あり、国内でも多い方の州である。教育学区の80%は児童生徒数が5000人以下であり、40%は2000人以下である。 2007年時点で1250人未満の教育学区が95あった。その結果、管理部門が肥大化し、教育の多様化に対応できていない。小さな教育学区の監督官88人を調査し、回答のあった49人の42%が、学区の統合で学校を閉鎖せずに費用を削減できると考えていた。ペンシルベニア州の資産税は、 全国と比較して効率である。税基金によれば、2008年で、住宅価格に対する資産税の課税率が1.34%で、国内第11位、収入に対する比率では3.55%で、国内第12位だった。軍内の公共教育学区と私立学校は、特殊教育と職業開発を担当する、リバビュー中間管理機関6号の支援を受けている。 ありがとうございます。